次の問題に移ります。戦後71年が経ちました遺品について伺います。今年の春、戦没者のご遺骨を収集することを国の責務だと初めて明記した戦没者の遺骨収集の推進に関する法律が成立しました。 遺族会会長であり参議院自民党の同僚議員であります水吉利恵先生現文部科学大臣副大臣ですが先頭に立ってえ衆参与野党全会一致で総理成立した議員立法でございます終戦の八十年までに向けて遺骨収集をしっかりとやっていこうそしてこれは遺族の問題だけではなくて 国の命によってえ戦地に行かれた方々の遺骨ですからえ国の責任もあるということを明確に打ち出された70年は経ちましたけれども本当に良かったと思っている議員立法でございます。じゃあパネルをお願いします。パネルをお願いします。えその一方先の対戦で犠牲となられた戦没者の遺品、寄せ書きをした国旗などがえ日本国内またアメリカなどの海外のネットを 売買で取引されている現実がございますえ今日の配布資料をご覧になってくださいませパネルもお願いいたしますこのヤフオクというのは日本のおオークションそしてイーベイというのはアメリカのおネットオークションサイトでございます この寄せ書き日の丸というのは、えー、戦場での無事を祈って、みんなが署名をした旗です、出征するときに、えー、その兵士の方に、えーまあ、村がこぞって、家族、親族、えー、村中がこぞって、えー、その方、兵士が最後まで戦場で身につけていたお守りでございます。えー、そして、 遺骨や遺品を一つも手にできなかったご遺族にとって、この寄せ書き日の丸がご遺族のもとに帰ってきたときに、兄は旗になって帰ってきてくれたというふうに、遺骨を抱けなかった親族は、その旗を本当に抱きしめて涙をされる、そういう意味では、魂そのものであります。また、この今日の配布資料の左下をご覧になってくださいませ。これ、千人針でございます。 千人0りといっても、若い世代の方は、えー、ご覧になったことがないかもしれませんので、えー、今日実際に戦地に赴かれた、理事ンで許可取っております、はい表示にあの、戦地に赴かれた実物でございます、滋賀県平和記念館から実物をお借りしてきました。 手にするのも神妙な気持ちでございます。これは千人の女性が玉止めえ、つまり玉に当たらないようにということで、それぞれに針を通して、1の玉止めを作ったわけでございます。ものによっては穴の開かない五 とというこ五線を縫い付けて、四線を超える、四の線を超えるように、あるいは穴の開いてない効果の十線を貼り付けて、苦戦、苦しい苦戦を超えるようにと、まさに祈りを込めて、千人の女性がこのような千人張りをして、兵士に渡しました、兵士はこれを腹巻きのようにして、数少ない自らが持てる個人所有のもので、戦地に持っていかれました。 このような遺品は戦没者の尊厳に関わることであり本来は遺家族のもとに返還されるべきものだと考えますそこで厚生労働大臣に伺いますオークション間隔でこのように品が取引される状況を見てどのようにお感じになられますでしょうか今後いかなる対応をしていただけますでしょうか塩崎厚生労働大臣 有村委員ご指摘のように、あの今のような、まあ、ご遺品について、大、え、変、ーまあ、心の痛む思いをいたすところでございます。先、まあの大戦では多くの方々が祖国を思いながら、愛する家族を案じつつ、苛、まあ、烈な戦闘に臨まれて、えー、そこで倒れられると、そして戦後、遠い国の地で、えー、亡くなられた、そしてその戦没者、 あるいはご遺族の方々の思いの込められたこの日照記とか、今、お示しをいただいた千人りこういったご遺品がですねインターネットオークションに出品されているということは、これはもう言うまでもなく、ご遺族の心情を害するのではないかというふうに思います。厚労省としては、ですね日本遺族会からもご要請がございました。 えー、ホームページにおいて、えー、出品の自粛を呼びかけているところでございます、それから一部のインターネットオークションサイトの運営会社、あここに対しまして、ですね遺品の出品については、自主的に規制をしていただけることを検,定する検討するように、要請をしているところでございます。まあ、今後ともですねこれははオークションサイトの運営会社やあるいは サイトの利用者に対する周知をいたしまして、ご遺族の心情に思いをいたして、えー、しっかりとまた何がさらにできるのか、検討してまいりたいというふうに考えております有村春子君。はい、心温か,温かい、人情派の厚生労働大臣でございます、ぜひ遺族のお気持ちに沿って対応していただきたいと思います。 ホームページで返還要請をということで、私もホームページ、現在の厚生労働省のホームページを拝見させていただきましたが、やはりこれはアメリカにも向けて発表していただきたいものですので、外,外務省とも連携をしていただいてです、ねあの、単なるミリタリーグッズじゃないんだと、軍共有の水筒とか軍服とか、そういうミリタリーグッズではなくて、これは個人に所属する、本当に思いのこもった遺品なんだということを、日米両国で共有をしていただき いただけたら大変ありがたいと思います。少し厚労大臣からもご言及をいただきましたが、やはりネットオークションを見られてですね、ご遺族はいたたまれない、やめてほしいという率直な思いを滋賀県遺族会からもお聞きしております。小取引の自由は担保されるべきでありますが、遺族者潜伏、うん、者の遺品に限って自粛してもらうまたは規制をすることはできないのかとのご遺族遺族会からのご要望があります。 そこで特定商取引所管の経済産業大臣に伺いますえ戦没者の遺品をネットで売買することについて、何らかの規制をすることはできないのでしょうか、あるいはえ監督官庁として自主的な規制を促していただけないでしょうか世耕宏経済産業大臣え。お答えいたします。えー、戦没者のご遺品がですね ただのものとしてネットで売買されているということはもうご遺族にとっては耐え難いこととお察ししますし私も今あの配られた資料を見てですね、はっきり見るに耐えない。 いいうふうふに思います。ただこの問題、あの法律上はいろいろ難しい点があると思っています、物、えー、をです、ね、売ってはいけない、あるいは売るにあたっては、えー、特定の資格それ、個別の法律で規定をされています、例えばピストルを売ってはいけないというのは銃刀法であります、えー、薬を売るにあたってのルールを決めているのは薬事法であります、それぞれの法律があって、当然それはリアルの店舗であろうと、ネットであろうと、えー、規制がかかってくるわけでございます。 戦没者のご遺品については、ですねそういう一般の取引を、まあ、規,定規定している法律はないですし、まあ、例えばの例ですけれども、えー、ご遺族で、えー、事業に失敗をして家財を手放さなきゃいけなくなった、そういう中で、えー、この戦没者のご遺品だけは、ですね、えー、よく分かっている方に大切に扱ってほしいという人で、特別の人に買ってもらうというような取引については、まあ、心情的に理解できなくもないから。そういうい中で、まあ、ネットの取引だけを 法律で規制するというのは、えー、なかなか難しい面があるかと思います。で、我々としてはやはり、えー、ネット事業者のです、ね、自主的な取り組みに期待したい、あの私もあるオークションサイトの、えー、ガイドラインを見ました、そこでは当然のこととして、タバコ、医薬品、人体、銃、え、器、ーえー、そういったものは、えー、取り扱わない、あるいは、えー 株主総会の議決権行使書とかですね、宝くじ、こういったものも取り扱わないとなった上で、最後のところで公助良俗に反するもの、またそれらの可能性があると当社が判断した商品、あるいは反社会的なもの、あるいは法令に違反している、またはその可能性があるほか、独自の判断で不適当とみなす商品等と書いてあります。こここううううういいいい項目ををぜぜひひ使ってててですね今厚生労働省ががうう呼びかけをされているということも踏まえてぜひネットオークション事業者が自主的 気に考えてほしいというふうに思いますし、我々としてはそういう事業者ともですねよく意見交換をしてですねしっかりと考えてまいりたいというふうに思っております。有村春子君、経済産業大臣の心強い、えー、ご答弁に本当に意を強くいたします。ぜひよろしくお願いいたします。えー、戦地で亡くなられた日本兵から例えば米兵が、えー、米 戦利品として、えー、それを押収して、その退役軍人が時を経てすでに亡くなられて、その遺品を整理していた家族が、例えばガレージセールの感覚でこれを出品しているような状況があるようでございます。えー、日本でも、そのの遺、えー、遺族、まあ、亡くなった方のその遺品を、えー、整理している時に、 寄せ書き日の丸が出てきてそれを出品しているという状況があるようでございますそれゆえに終戦から遠ざかれば遠ざかるほど世代が変わっていくことほど今後も出品が増える可能性がありますこれは単なる軍用品ではありません外務大臣 米国に駐在する日本の大使館、領事館でも広くこの日の丸の返還を訴えていただきたいというふうに考えます。価格を競争させるネット売買にふさわしくない固みの意義を対外的にもお伝えいただき、そしてですね、あの 日本の大使館や総領事館など、あるいは厚生労働省に寄せてくれたら、無償で寄せてくれたら、何とか努力をして、私たちはその遺族を探し出して、そこにしっかりと届けられる手だてもあるんだということもお伝えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。岸田外務大臣、えーあの。ご遺族の中には、戦、えー、没,没者の方の遺品がない方も、まあ、おられます。 えー、この日照機などの遺品の返還、これ、非常に重要だと思いますし、こうしたあのネットオークションのありようにつきまして、えー、は、私もあの心が痛む思いがいたします。まあ、あのこういった観点から、在、あのーえー、外交換、この在、えー、米のまあ交換におきましても、えー、情報提供の窓口となり、そしてこの遺品の提供の呼びかけはあ行ってきております。 さらにはあのー、米国において、旧日本兵の寄せ書きに日の丸等のこの遺留品を元の持ち主やご遺族に返還する活動を行っている団体、お盆2015という団体がありますが、この団体に対しまして、昨年、戦後70周年の機会に、外務大臣表彰を 授与させていたたたただき活動を表彰しししここうしたこともありましたあのぜひ今後とも、在外交換、在米交換を通じて、ご遺族にとって非常に重要な意味を持つ遺品の提供を呼びかけたいと思いますし、政府としましても、外務省、厚生労働省、関係省庁、力を合わせて可能な限り遺品をご遺族に えー、お返しできるよう、取り組みを進めていきたいと考えますす村春子君ありがとうございます、えー、アメリカで、えー、そのオークションからできるだけ資材を持ち、ね、この日の丸に返却をしてくださっている、えー、レックス・ケイコさん夫妻、お盆ソサイティの夫妻に、えー、外務大臣表彰を与えてくださったことは大変ありがたいこともありがたく思っています。 戦後71年がたって、戦争を知らない世代が8割1億人を超えています。毎年夏には、全国各地で戦没者に対する黙祷を捧げ、平和を祈り、戦争の風化をさせないように、日本中みんなで努力をしています。にもかかわらず、日本からもアメリカの eBay に対しても、このような心ないオークション市場、出品が存在するのは残念なことでございます。 これは世代が交代して、戦争の記憶が遠のき、風化している少佐かもしれません。しかし、こういうものはネット販売されるべきものはない、ではないという価値観を共有していくことこそ、戦後派世代の私たちができる大事な平和運動だと考えます。総理はご遺骨収集を加速されるなど、戦没者追悼に一貫して熱心に取り組まれてこられました。 志を同じくします国の命によって戦地に赴き、命を捧げた方々の遺品、尊厳を守り、ご遺族に返還するように努力し続けることは、戦没者の慰霊、ご遺族に敬意を表する国家、国民の最も基本的かつ根幹的な務めではないかと考えます。ご所見を伺います安倍総理大臣 我が国のためにま尊い命を犠牲にされた方々に対して尊尊の念を表する敬意を持つのは当然のことでありますと同時に、えー、ご遺骨の期間に向けてですね今を生きる私たちが全力を挙げていくそれは当然の私は責務であろうと思います安倍内閣としても全力を挙げていきたいあの与党をはじめですね多くの戦地において、えー、まだあ残念ながら ご遺骨が期間を果たせずに眠っている割で,でございますので全力を上げていきたいとこのように思っております谷村晴子君あの公式の席ではないところでも安倍総理はあの一貫して あの遺骨収支を加速させたたいいととううふうにずっとおっっおししゃってこられました本当に安倍内閣において、安倍内閣だからこそできることをやっていただけることがあると、多くの国民の皆様、期待してくださっているんだと思います、それにぜひ応えていただきたい、私たちも与党の立場で貢献をさせていただきたいというふうに思っております。